お疲れ様です。マフィーです。今回は竜補正ですね。竜の HP1.1 のアタック 1.05 ということで、この補正は単純に竜デッキがちらほらいて、でその竜を狩る神タンであったりデバフがね多いのかなと思います。バフリーダーがたくさんいると思いますね。神タンとかラニーとかいるかなってところで、向かい風ではあるんですけど、あえてね速攻竜使っていきたいと思います。もう本当に苦手なんですよ。実際今日速攻竜あんまり勝てるイメージないと思うんですけど、まあ、それでもやっていくと。でも単純にね、もう速攻竜っていうデッキタイプというか、そのデッキパワーを信じてやっていきたいと思いますね。竜の HP とアタックが上がってる、バカ正直に突き進んでいこうじゃないかということで、竜フェリーは持ってないんですけど、アークワンでカバーして、あと構築はこれでいいのかな。まあ、エルケスのところが人によって好み分かれますね。ティルートとかの人もいるし、なんなら忍竜のままの人もいると思うんですけど、まあこれでいいかなと思います。はい、竜使う人にね聞いてみたら、このデッキ全然いいんじゃないかなってことでやっていきましょうよ。はい、おっとっと当たらなかった。まあ、なんだろうな、もうその前のなんだっけな、前に竜補正の時にルシファーでやってたと思うんですけど、なんだかんだマヘリアもないしな、ルシファーきついなということで、また苦手なんで速攻竜やってみたんですけど、速攻竜も苦手っていうね、なんならこっちも竜フェリア持ってないという感じで、マタンと竜に関してはね、もうフェリアに苦しめられてるところはあるんですけど、フェリアなくても勝てる人は勝てると思うので PS 上げていきたいですね。 OKOK。 さあこれ初手カジアンパイか、初手カジ打っちゃいますか。初手カジ打ってよいしょ、生きていた証なのさ。で X 打ってきたところに繋ぐでしょ。繋いで相手もこれ HP 低めだな。ワンチャン竜フェリア内説、ワンチャン内説、竜フェリアなしであってほしいわ。うわ、初手オルル恐ろしい。これは取りましょう、絶対取る。はい、これもうジェインで取っちゃいます。バフかかってるうち、そしてコンボが使えるうちにジェイン打っちゃいましょう。ほい、 OKOK、 いいんじゃないかな。でオーラ引いてない、 OK。 F4 打たれても、これ旅網とか持ってる、あ、マロニーか、オッケー、よかった。てか、ここでマロニー使ってくれるのバカ美味しいな、よかった。これに、あの、E6、F6 打たれてからの D6 マロニーとか来たら全然負けあったんですけど、これはバカ美味しいですね。まあ、一旦これ、マーレはこっち打つでしょう。よいしょ。マーレはこっち打っといて、で、オーラ引かないで、引くんかい。いや、でもまあ、2手で飛ばすの難しいでしょう。言うて。ワンチャンこれノイレとか持ってる？ノイレとかねえよな。まあ、でもノイレあったとしても今飛ばせないし、次火力出せばノイレ出す代償もなくな。おお、チンパ。まあ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 。あ、でもこれプラス売ってないぞ、このエルケス。おいしい。いや、振ってるのか、わかんねえや。あ、え、今日補正か、あ、振ってないか。まあちょっと、そんなことはね、後々考えましょう。よいしょ。よいしょ。火力出す。さあ、ここは確定台ですよ。よし。勝った。一戦目勝てた。でけー。でけー、これ勝てたのマジででかいですね。お、ファイドレ入ってて、この213という HP なんで、ワンチャン、ね、ノイレ持ってる可能性あったよ、これ。恐ろしいな。まあ、守護者行ってらっしゃいと。こーオッケ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 ー。でかい、よく勝てた。ありがたい。いやー、よしよしよし。まあ、でも、ジェイン行けたのでかかったな。なんだかんだ、ジェイン、本当に、バリバリの、バリバリの現役ですよ、こいつ。実装されてね、ジェイに関しては2年と何ヶ月だ。4ヶ月ぐらい経ってるんですけど、バリバリ現役ですね。2017年の10月か11月のどっちかだったと思うんですよ。実装されて、実装されてっていうか、その実装された月か、うん、そんぐらいだった気がする。あんまり覚えてないけどな。当時ジェニー強かったね。まあランかラニリーダーかなんかでジェニー使う人が多かったんじゃないかな。いや、ラニーはもうちょっと後か出るの、あんま覚えてないですけどね。という話をしてたら、ラニーがやってきてしまいました。ここあー、アラジンランプ引いてんの悪くないんじゃない？どうしようかな。一旦クロリスタートかな。クロリスタート。うわ。初手はな、厳しいんご。けどこれクロリスタートさせていただきますよ。今日はバフかかってるから、そこそこ火力出せるぜ。行ってこい。ワンチャン発動しないとか、そんな、おお、マジ。そんな奇跡があった。イベッティング先生なのか。ただ、ラニリーダーで返し罠入ってんのかな。あ、グラキ説あるな。これグラキ、おおと思ったら、と思ったらですよ、こういうことになってしまう。なるほどね。これイベッティング先生で、イベッティング先生で貫通枯渇させてってのが相手の狙いの気がしますね。一旦こっち打ちますか。よいしょ。おお、マジ、その罠も発動しない？何それ。それがグラキ、それがグラキエスっていう話する、そういうこと。
あーまあグローと、てかラニーリーダーにグロー入ってんだ。そっち逃げてくる時点でちょっと怪しいかなと思ってたんですけど、まさかのグローですね。まさグローなんですけど、まあ問題ないです。なぜなら私にはアラジンランプがあるから。さあこれでコンボスキルね、新たに生成していく。そして火事が残っている形、よきよきでは。ただあの穴ゴマが気になるな。貫通引かせてよ、引かせてよ、貫通させてよ。おお、まどんだけ罠張ってくるんだと。ワンチャンアレスとか持ってる。うわ始まった。これはこれどうしよっかな。あの罠コンボ付きだったらやだよな。もうこっち、あ待って、間違えた間違えた間違えた、 E4 打ったつもりだった、ミスった。間違え、発動し、待って間違えた。でもこれ次動線ない。や間違えた、 E4 打ったつもりだったのに手滑った。やっべー、これ大丈夫か。けど結構 HP 残ってるなこっち。うわなんじゃそのデッキ。貫通枯渇デッキですね。ラリーリーダーとは思え、はい勝ったすまねえな。9488だよ。いしょ、やぶねえ。なんだこのデッキ、めちゃくちゃ面白いな。あ、ラリーリーダーアレス貫通枯渇的なデッキですね。ちょっとこれは多分アレスだったと思うんですけど、結局発動しなかったと。ちょっとね手滑ってまさかの右上 X 打っちゃったところではあるんですけど、まあ勝てたと。でかいでかいでかい。よし、これ速攻流で2連勝ってもはや奇跡。私ね速攻流で勝てた試しほとんどないんでね、マジで速攻流勝てなくて、もうこれ次負けても採用するぞこの動画は。これはちょっと今の面白かったから、オルスティンワークワンで容赦なく貫くっていうのね、結構楽しかったんで。せやばい、これはやばい。オーラ、とりあえず初っ端からオーラ、初っ端からオーラ引いてるやーみたいな。オッケー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 。あ、相手もオーラ引いてる。あ、でもこれあれか、え、キリだったら手札事故るし、キリ、うーわー事故るって誰がそんな。ちょっと待って、おい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 、言ったぞ、わからそういう感じかよ。よろしくお願いします。いや待て待て待て、まあ、クラフィー打たれただけで、そのたじろがないで、たじろぐらい、たじろぐ必要ない。でワンチャンこれ取ってくるけど、ただ大将、そう、手駒が事故れば取ってこないんじゃないの。囲ってこいよ、このマーリアを受けてみろ。はぁ待って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 、これどうす、どうないせい言うねん、こんなどうないせい言うねん、これどうないせい言うねん。ちょっと待って、どうしようこれどうやって勝つのこれ待って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 、どうやって勝つんだ、どうやって勝つこれ。コンボさせたら終わりだよな。もう D6 しかない。いやでもそしたら俺飛ばせなくね。やばいな。いやこれ角打たないと勝てない気がするぞ。事故るのお祈りするしかねえぞこんなの。いやもう事故なんて絶対起きないけど、けど結局英語間2連打で死ぬんだったらもうこっちの方がだ。いやもうこれ、もうこれしかないって本当に。いや事故るでしょ、オーラ2で、オーラ2。おっ、ハーピスト、ハーピスト、ちょっと待って、貫通引かして、貫通引かして、貫通引かして、おっ、ワンチャン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 、行ってこい。さあアラジンランプで、あえてクラフィール切った。オッケーオッケーオッケー。え、これまさかの逆転勝利ある。俺角打ったことによる逆転勝利ワンチャンある。あえてどうせないよ、どうせないよ、どうせないよ。モルジ耐えれる。オッケー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 。マジ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 、勝たせてくれんの。てか今日なんかもうなちょっとあれだな、珍しい構成が多い。よし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 、行ってこい。フェリアなんていらねえんだ、アークワンで十分なんだ。よいしょ、あぶねえマジか、マジなのか。あ、間違えた、すいません間違えた、ちょ5トップ多ない今日すまん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 、なんか煽ったみたいになっちゃった、申し訳ない。これ動画見てたらちょコメントください、謝るんで、謝らせていただきます。ちょ、あの謝らせてくださいいやいやー間違えた、ごめん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 、そんな恋じゃないんだ、恣意的なあれじゃないんだ。やばい、これコメント欄で叩かれる俺、やだ、すいませんでした本当に。違います、いやでも大丈夫、日頃の行いが良ければ、あのそれが免罪符っていうかね、あの証拠になるはず。うん、私普段からこんなこと絶対しませんから、うん、やりませんので、はい、決してね、よろしくお願いします。ではでは、そこにため先行アークワン引いてる、いやお互いにオーラスキル引いてないと。先行引けてるのは悪くないんですけど、パンツ乱体、これこのおパンツ取りたいなんですよ、マロに生かして、マロに、あカジサックか、カジサックか、どうしようかなこれ。
そいつのコンボでも許容したくねえな。さすがに鳥だよな、これ。カジサックで取ろう。よいしょ。生きていた証なのさ。ここアクア打ってもいいんですけど、やっぱ2倍出したいじゃん。2倍出したいじゃん。な？そうだろ？ワンチャン。あ、カード打ってくれ。オッケーオッケー。さあ、これね、アクアコンボ2倍出せるんで、ジェイン引いてくれ。あー、ダメか。ただ、バックかかってるうちにアクアしばきたいか。ちょっと待って、これ打ってからのあれで飛ばないよな。いや、もうアクア打とう。アクア打ちまーす。よいしょ。だ次でジェイン引けるかどうかみたいな。いや、てか、ジェイン引いてもこれ飛ばなくね？あ、やべえな、これ。やべえな。あ、いや、もう今日、あれだ。補正かかってるからいける。ジェイン、やばい。マロニー行け、マロニーか、ジェインのどっちが行け、マロニーか、ジェイン、マロニーか、ジェイン、マロニーか、ジェイン。あー、それじゃねえんだ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 ー。でもこうなるなら守護者から切った方がよかったのかな。今の結構センスが分かれるところですよね。ただオーラスキルって乱体かクロードでしょ。でマロニーか、ジェイン、あー、こっちから切った方がよかったのか。あはー、まあこっち打つか、こっち打っといて、ちょっとワンチャン。いやー、ミラーで負けるの、ミラーで負けるか、やっぱそうだよな。ミラーで負けるってこういうことだよな。あとで今のワンチャンフェリアだったら勝ってたんかな。コンボ 2.2 倍だもんな。どうなんだろう。火力の違いも結構出てくるところではあるけど、まあこれは飛ぶよね。 2.2 倍だもんね。やられた。お疲れ様でした。やっぱ速攻流苦手ですね。でも3連勝したんで、正直個人的には大満足ですね。正直ね、本当速攻流使って3連勝とかね、あの週に1回あるかないかぐらいの奇跡だと思うので、ガチ奇跡、いやこれタイトルにガチ奇跡って名前つけたいぐらいに奇跡だと思うんで、正直嬉しいですね。ということで今日はこの辺で終わります。ただまあ構築としては悪くないのかな。うん、どうなんだろう最後。俺アクアンから切ってジェイマロニーにかけたけど、いやでも結局それって相手にフェリア3枚返しとかも負け筋になるわけだしな。守護者から切った方が良かったのか。でもそれでもなんか怪しいところであったな。トップオーラー、あ、でも そっちの方が良かったね。そっちでトップオーラープラスマロニーの格納性を考えた方が良かったのか。ちょっと今のは下手っぴでした。ということで、まあ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 、ちょっとアクア流行っちゃったところではあるんですけどね、その火事のバグがかかってるうちに火力出しちゃうみたいなところでアクア出しちゃったんですけど、まあ、守護者からの方が良かった説はありますね。まあ、守護者打ってから、あれ乱体ということだったんで、そこで飛ばせるかどうかちょっと分かんなかったんですけど、まあ、ワンチャン飛ばせたんじゃないかなといったところでね、まあちょっと立ち回り頑張っていきたいと思います。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。